さて、ここどこですか、小鳥さん。Wow! スーパーです。今夜の食材を買いに行きましょうか。誰？せいやさん。友達？ヤッホー。はい、そうです。あ、ありがとうございます。嬉しい。ステッカーとかってます。もらってください。ありがとうございます。そもそも今夜何にするの？豚肉たくさんのミルフィーユ鍋とあの豆乳のやつ2種類作る。わーお、贅沢。でもさ、白菜ね。いっぱいあればいいか。セロリ。デレレ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 素晴らしい妻、何か秘策があるらしい。よし、買い物終了。さて、魚沼入りました。向かう先は奥畳丸山スキー場。私たち奥多摩丸山スキー場行くの、はい、15年ぶりぐらい。そんなに？奥多摩の場合ってリフトより上が滑走面だけどさ、昔って、うん、覚えてる。だからさ、ギリギリでさ、あのターン入れられるとスプレーかかったんだよ、リフト乗ってる人に。それではこっから、あ、シルバーライン、シルバーライン18時までは通れます。チェックだ。ここは18時から朝の6時まで、通行止めのところなので、くれぐれも気をつけてください。さあ、入ったよ。全長28キロだったかな。正確な数字はこちらに。昔はよくこの上に止めさせてもらってたんだけど、あー来ましたね。いやー来ましたね、久しぶり。それでは車中泊の準備をしましょう。いやー、なんかちょっと嬉しい、感慨深いね。14年ぶりに来ました。相当遊ばせてもらったこの山、またね、戻ってくることができたぜ。今夜はこの下の段の駐車場でね、車中泊をさせてもらうことにしました。この正面に見えてる壁、あれ奥多摩湖、湖ですね、ダムです。緑の学園の前は止めないで、その下の駐車場に止めさせてもらいます。さあ、じゃあ、のんびりしましょうか。今日は早いからね。今夜はね、今年最後の車中飯やります。いいですか皆さん。まあね、いつも通り鍋なんです。やっぱり雪山はね、鍋で温まってお腹いっぱいになって寝れるっていうね、この最高の環境を楽しみたいと思います。母ちゃん、はい、今日何これ。今日はちょっといつもと違う鍋をやろうと思って、うん、2つ作ります。2種類、はい、1つは、白菜と豚肉のミルフィーユ鍋。ミルフィーユ、あの母ちゃんのダンダンバラみたいな感じってちょっと違うけどすいません。で、それの隠し味っていうか、これを上にね、ちょっととろっと乗っけて。あ、カマンベールチーズ。なるほど。あとベーコン入れても美味しいかなと思って。分厚いベーコン売ってたの、すごくない？すごい。安くない？296円。そう。で、この分厚いベーコンがこんな入って、やばいね、かぶりつきたいね。あ、お腹すいた。あとでな、このベーコンかぶりつかせてやるぜ。はい、そしてあともう一つは、豆乳
鍋。豆乳鍋、はい、最後にパスタとフランスパンを入れて、うん、そこフランスパンって普通にフランスパンですね。発音がちょっとそれっぽいだけで締めにしようかなと思ってまして、はい、ちょっとシーフード、エビ、はい、ホタテ、タラ、スカラちゃんです。なるほど。鶏肉とかウインナー入れて、いやもう、ね、パーティー感出てきたね。野菜は結構いろいろ入れる。私が大好きなヤイロナ、はい、水菜、セロリ、チンゲン菜、キノコ、はい、じゃあそういうわけでこの冬、うん、最後の雪山車中鍋よろしくお願いします。はい、Here we go。 今日母ちゃんあれでしょ、なんかちょっと作り方にこだわりがあるんでしょ。今日は、うん、包丁とまな板を使いません。おっと、さすが人斬り抜刀さん。シャキーン。危ない。なぜなら、ほら持ち歩くの大変だし、うん、あと毎回拭くのも面倒なので、うん、ちょっと今日はキッチンバサミオンリーで、なるほどね、行こうかなと。ハサミオンリーで作る。はい。で、白菜はこういう風にハサミで切ってて、うん、肉も切ってて、あ、全部ね。こう白菜の間に肉を挟むのをこういっぱい作ってて、うん、それがミルフィーユみたいな。うん、でさっきも言ったけど母ちゃんのダンダンバラみたいになる。違う。あ、すいません。もっと美味しいです。最近ねインターネットで言っちゃった、ごめんなさい。余計だな。ねえ、なるほどね。あ、小鳥ちょっと手伝ってくれ。はい、小鳥さんお手伝いタイムお願いします。手拭いたんだよね君、うん、今日はね、ドライゼロからスタートします。こと頼むよ、母ちゃんと一緒に作ってね。こと、こういう風に白菜、豚肉っていう風に交互に挟んで、ある程度できたらこういう風に詰めてほしい。うん、これいっぱい作るから。いいね、ついに車中飯も小鳥さんがお手伝いをしながら初めて一緒にね、初めてでも最後、よろしくお願いしますね。イエーイ。逆、青も手伝いたい。じゃことタオの位置逆。逆ね、青も手伝う。白菜、豚肉、白菜豚肉、最後こあ、ねえことが難しい。青、僕がぼーっとしてる間にってりー、ミルフィーユ鍋の下ごしらえができました。作ってくれた方はこの方々です。小鳥さん、はい、葵さん、 Thank you very much。 父ちゃんは酒飲んでただけ。すげえ美味しそう、ミルフィーユ鍋。家でもやったことないのに車の中でミルフィーユ鍋。母ちゃんさすが。あ、白菜もないな。やっぱね、冬の車中飯は鍋が絶対。なんでって、まあ、まず何より簡単にできるっていうのと、あったまる、やっぱそこだよね。はい、葵がまず水を 300cc 入れます。それでは葵さん、水を get in。 シャバダバ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 、イエホー。調理酒、お酒、やばい、酔っ払っちゃうよ。いろいろ考えてきてくれたんだね、妻。あ、それ何、トリガースープ適当。やっぱね、料理できる人たちってすごいね、こういろんな味をミックスして引き出すんだよね、みんなそれぞれの素材のいいところ。はい、それでは着火します。てってれー。そうです、はい、何度も言いますが、車内で火器を使用される場合は十分な換気をね、向こうの窓も開けてますが、必ず十分な換気を取ってやりましょう。中火で10から15分。ちょっと強火すぎるな。そうか、まだでも沸騰してからじゃなくて、うん、もうちょい弱くていい。いい感じでミルフィーユ鍋が仕上がってまいりました。もう少々お待ちを。もういい感じかな。あら、そうなの、早いね。いいんじゃない。お肉がだって茶色っていうか、ピンク。あら、いいんじゃない。じゃあ、曇っちゃうよ。あ、できや。
アブソル？なかった？うんじゃ。はい、来ました。さあ完成。てってれミフィーユ鍋。はい。あ、どうぞ。わあ、絶対美味しいに決まってる。食べて食べて。ぜひ皆さん一つ参考にしてみてください。前回車中鍋やった時、僕たちは車内の暖房を兼ねたアウトドアガスヒーターね、それをバーナーとして兼用してやってみたんですけど、あまりに火力が弱くて鍋が全然仕上がらないっていう問題にぶち当たったんですが、やっぱりね、普通のガスコンロ持ってきたらもう超快適に、妻が料理をしてくれましたので、ぜひここはやっぱね、ベーシックが一番ってことよ。いただきます。僕も食べさせてもらいます。食べてみたいと思います。ミルフィーユ鍋、まずは素材の味を楽しむ、はい、いや、これ薄い味だけど悪くないよ。あ、まあ味付けはしてあるかも、鶏ガラスープ、うん、優しい味、うん、すごく優しい味、うん、これいいじゃない妻。池さんこういうの好きだなっていうか、年取ってきたら薄味が好みになってきた。おかえり。ちょっと待って、チーズ入れて煮込んでからだから、ちょっとお待ち。あ、やっぱハサミ超便利。ハサミスタイル、うん、だって場所取らないもん本当に、うん。ただいまち、カマンベールチーズが投入されました。これによって隠し味、うーん、なんかいい匂いするチーズの。あ、いいんじゃない、どうなんだろう、いいよ、結構すぐ溶けるらしいよ、うん、いいんじゃない、待って待って、ブラックペッパー、あ、いい感じに溶け出してきたチーズが、おほブラックペッパー、カモン。あ、すごい、ペッパーの香りもめっちゃ効いてて、すごいチーズ溶けてる、うん、やるね妻、まさか初めてとは思えない仕上がり具合、美味しい、うん、そうだね、あ、チーズ超美味しい、やったー、やったやったやったね、大成功、よし食べるぞ。あー、これは美味しい、うん、白菜と豚肉を合わせて、うん、チーズがこれすごく相性がいい、これは美味しいね、うん、マツロに帰っても食べたい、うん、そうね、言うなればおしゃれな味だね。今日大成功、うん、ミルフィーユ鍋、我が家の定番メニューの一つに、いきなりラインナップだね、麻油だよ母ちゃん。これをさ、ま、あのちっちゃい四角状に切ってもらっていい？青はこのヤイローナ、ここ、こっちのこっちだけ落として、この茎ね、4等分ぐらいにさ切ってもらって、セロリを切ってらっしゃる、ありがとうございます。父ちゃんはセロリが超好き。え、まとめて全部4等分、え、あの切りにくかったら1束ずつでもいいから、バラバラでも、いや、1束ずつでいいよ、これ私の1束、これさ1回だけでいい、あ、1回まぶせるように、はい、はい、今3回分、トンネル、森のトンネル、ねえ、母ちゃんなく森のトンネル見たくなる、なでは何やってんだおい、めっちゃお前散らかっとるやないかい、うわーい、溢れとるやないかい、次の鍋はシーフードでーす、軽くパニック状態でただいま、おーい
これは美味しいものができるのでしょうか、大丈夫でしょうか。カスタやる、やる、やだ、やるの、ちょっとやだ、あっ、ベーコンだけは俺がやるって決めてたんだよ。いや、yeah、全部入れるぜ、お前ら全部食えよ、行くぞ。男だったらぶった切る、ぶった切る、やるときはやるぜ。本当か、男だったら厚切りベーコンをぶった切るんだよ、この豚野郎、豚野郎、最高、コッパみじんだ、やらできたよ、母ちゃん。ベーコン入れます、10日、10日、何枚ぐらい、9日、9日、8日、はい、親父ギャグやないかい、ちょっと待って、母ちゃんからスタート。もうなんか彩りがバラバラ、おしゃれな感じを出したいんでしょ、いつ私ったらナッパッパ、ナッパッパ、ドカンといっちゃえっつんだよ。あ、待って、もういらない、これ。おーっと、母ちゃんレフリーストップ、うるせえなー、はい、ぶっこんでぶっこんで、それが車中鍋よ、蓋オン、オッケー、待ちましょう。はい、じゃあ小鳥さん、豆乳を投入。なんと見た目めっちゃ美味しそう、うまいですね、もうね、服部先生かと思っちゃったよ、服部先生、こっとり先生かと思っちゃったよ。さあ完成しました。え、これ何、妻、はい、何鍋っていうの、これ、これあの豆乳クリーム鍋、豆乳クリーム鍋でございます。キノコ鍋に見える、まあ、キノコはいっぱい見えるけどもクリームキノコだから絶対美味しいやつ。下にね、あ、そう、下にね、いっぱい魚介、ベーコン、はい、チキンとか入ってる、あとセロリ、食べましょう、食べましょう、はい、できました。じゃあ一番、父ちゃん、一番、父ちゃん、イエーイ、ここから入れてあげる、やった、お願いします。え、違う、キノコがあるから、そっか、やったやった、美味しそう、美味しそう、木からつくものは食べれないかもしれない。皆さんどう思いますか、小鳥さんはキノコが食べれないってことを懸命に今アピールしてるんですけど、全国の小学生の皆さん、好き嫌いをする小鳥はいけないと思います。いいよ、うわうわうわ、あー、開き直り、あやお、キンキン、あ、いただきます、いただきます。エビ、エビは別に、うん、いいよ妻、え、美味しい、うん、はい、ホタテ美味しい、ホタテ美味しい、うん、ホタテの縁しかないわ、あ、優しい、これも、うん、これまた、これまた優しい、これは美味しいね、妻、うん、うん、素晴らしい、美味しい、幸せ。さあ今第2弾持っていただいてます、これはパスタですね、妻、美味しくないわけがない、これはスペシャルじゃないでしょうか、この冬一番の。それではいただきたいと思います。シーフード&チキン&パスタ鍋、 Here we go、 ではいただきます。わー、くっついちゃってる、これすごいヘルシーだけどめちゃめちゃ栄養価が高い、うん、青、美味しいでしょ、美味しいってワンカイ、うまい、イエスイエスイエス、どう母ちゃん自己採点、豆乳がすごいクリーミーで、なんかいろんなこうベーコンとか魚とかのこうエキスも出て、なんかちょうどいい感じで、ありきたりなコメントありがとう、完食、母ちゃん、ごちそうさまでした。
2種類の鍋でしたね。豚のミルフィーユ鍋と豆乳クリーム鍋でした。 Thank you。 ここはね、緑の学園っていう宿泊施設、修学旅行とかを受け入れる施設だね。そこが冬は宿泊としてやってるところです。トイレ借りましょう。さあ、父ちゃんは今夜のために隠れ絞りたて純米酒生原酒飲むの。こいつを今夜のスペシャルに持ってきたのでいいか。隠れのおちょこを用意するぐらい父ちゃんは今夜の一献を楽しみにしてたのだ。わかるか。イエス。では小鳥さん、はい、ついでいただいてもよろしいでしょうか。絞りたて隠れ。おっとおっとおっと、オッケーオッケー、イヤホー。それではいただきたいと思います。甘い？薄っぺらい言葉では綴れないほど深みのあるうまい。